や最近はすっかり寒いですね。速稼塾の久保です。昨日菅総理のね、お話があったんで質問があって回答されてましたんで見てたんですけども、いやどうもね、国民全員に給付とかね、特定の方に給付っていうよりも事業者向けのってことになりそうですね、今回はね。で、予算規模も10兆円を超えるってありまして、十数兆円だとしても特別定額給付金10万円を一括給付するとそれだけでね、13兆円ですから、国民全員に10万円給付ってのは少なくともここでないなっていうふうには考えられます。まだね、働きかけが足りなかったかなっていうところですね。国民のね、多くがね、望んでいればそっちの方向に動くんでしょうけども、野党の質問としても国民全員に給付はどうですかっていうところがあったと思うんですけども、ちょっと軽くいなされちゃったかなっていうところで、期待しているようなことは今回は聞こえなかったかなってことですね。今年中に予備費をどうするのかとかね、その第3次補正予算をどうするのかってことは、はっきりとしたことは分かりませんけども、なんか出そうじゃないのっていうところは今のところ見つからなかったです。ですんで今日お話しすることはねないわけなんですけども、だからダメってわけじゃなくて、第3次補正予算をこれから組むんでどうしようかなってところですから、もうね、これはその補正予算を組む担当の方々の耳に入るように少なくとも活動をやめないことかなと思います。私はね、無駄だとかね、やってもしょうがないよっていう人もいますけども、もうダメだろうっていう人もいますけども、もう結果的にね、ダメでもそこまでどういうことをしたかってことが自分の人生に積み上がっていくと私は思うんですよね。例えばね、今までの活動だけでも多くの方からの励ましをいただきましたし、私の動画で励まされたとか勇気が出ましたという方もいらっしゃれば、そこは何かを生んでると思うんですよね。それこそね、いやもうどうせダメだろうとかっていうところには何も生まれないんですよ。もちろん早く諦めることによって次のことができるっていう方もいらっしゃると思いますけども、もう私は少なくともね、そうではないなと。コメントの中にはね、もう久保さんの動画何でもいいからとりあえず出してくれみたいなのがあって、定額給付金じゃなくても見てくれるんだみたいな方がいらっしゃったりとかねしますけども、私のテーマとしてはこの時期っていうのはなんとか特別定額給付金の5万とか10万っていうのを実現させて、それこそこれから国でダメだったらね、市区町村単位でもやれるような地方自治体があるかもしれませんので、そういうことを働きかけていってですね、実現を少しでもしていただくってことで、なんかね、希望をね持っていただきたいなと思うんですよ。で、私は希望を煽るだけじゃなくて、自分でも稼ぐ方法がありますってことを並行してお話してますんで、ぜひね、ポイントサイトちょっとね、1日やってみて5万円でも作ってみるとか、本当1日で作れますからね。1日って言っても24時間じゃないですよ。ほんのね、1時間とか2時間使えばポイントサイトでそのある一定の金額を稼ぐことはもう可能です。っていうか、ポイントサイトってのはそういうことをするところですから。なんでポイントサイトが今までね潰れてないのか、そればかりかポイントサイトがどんどん増えているのか、ポイントサイトを扱う会社が増えてね、こっちのなんとかポイントサイト、こっちのなんとかポイントサイト、こっちのなんとかポイントサイトって複数あるじゃないですか。なんでかっていうと、そこを利用してお金を稼いでる人が増えてるからなんですよ、ね。だからこれをね、今知った方は今使わないと損ですよ。私も先月の10月の、ね、下旬に始めまして、もう19万ですからね、ポイントサイトで。すごいでしょ、これ19万円っていうのは。だから私はね、その特別定額給付の放送をしながら、こっちではポイントサイトね、給付金の話が終わった後は、ポイントサイトをやるわけですよ。ちょこちょこっと3件とかやってね、はい、なんか4万円ですみたいな上げて、それからいろいろと手続きをするみたいなことがあるんですけどね。それから外食で儲けるファンクルですよね。外食に行って、特定のお店の外食に行って、そこの店員とか店内のことをチェックして、ね、で、こうやって書いて送るみたいな、ね。80件ぐらいの、場合によっては50件ぐらいの質問項目に答えて、トイレは綺麗だったですかとか、お店の人は輝いてましたかとか、料理は冷めたまま、あったかいまま出てきましたかみたいなね、そういうアンケートに答えて、で、飲食代金、例えば3000円使ったら1500円バックとか、いいじゃないですかね。それを稼いだとも言わせていただいてもいいんじゃないですか。3000円で食事をして、本来だったらそこで終わりなのに、あとキャッシュバック1500円されるわけですからね。じゃあ3人で行きました。3000円ずつ使いました。9000円です。合計ね。4500円、1人だけにバックされました。全員 の半分ですから。さあ今度は3000円使って1500円浮くわけですよ。ほんといいじゃないですかね。か最近はね、結婚式場に行って、食事を体験するんですよね。結婚式場で披露宴用の食事があるじゃないですか。あれをフルコースをハーフコースで食べて、で、感想を送るみたいなんでね、なんか1万円みたいなのありますよね。もちろんね、結婚
明らかにこの人結婚式場に用がないだろうみたいな、そんな定義で言ったらダメですけども、まあ、例えばね40代の女性の方がね、まあ、これね言っていいのかどうか分かりませんけど、40代の女性の方が結婚式場に行って、私は20代の頃お金がなくて結婚式ができなかったんで、今の時期ねちょっと余裕ができたんでやろうかと思うんで結婚式場探してるんですっていうふうな定義で言って、OK になったみたいなね、あの1万円出たみたいな例もありましたんで、なんかそのダマくらかしてやることを私はお勧めしませんけども、あ、いろんなポジションの方がいるんだなっていうふうには感じましたね。でこういうふうな情報で気づいていただくってことも、まあ、一つのなんかねヒントになるかなと思います。まあ、今の話はちょっと置いといてですね、特別定額給付の話に戻しますと、私が今回放送していて最も多くいただいたなるほどっていうふうなコメントを書いてくださった方の話ですけども、自分の要求を掲示板に書くんじゃなくて、あ、官邸にメールができるんだっていうことを私の動画で気づいたって方がものすごく多かったですね。でその方はとりあえず他にできそうなことも見当たらないし、デモ隊を主導する勇気もないしってことで、じゃあ毎日コメントをメールにして官邸に送りますみたいな感じで一生懸命ね官邸にメールを送ってくださっている方もいます。1日に今日は5件送りましたとかね、10件しましたとかね、今日も電話を3本しましたとかね、こういうふうな報告も上げてくださる方がいて、まあ、そういう動きがね高まっていくと、まあいいのかどうか分かりませんけども、きっとね無視できないようになると思います。で想像してみるに、その麻生太郎事務所の電話の受付の方がね、電話出るたんびに何か知らないけど国民の声で、もう麻生さんもう財務省を黙らせてお金出してくださいよみたいなことが高まっていくと、あ、麻生財務大臣に対する支持っていうのは、こういう方向向いてるんだなと、財務省を抑えて、給付金を出すっていうふうに麻生財務大臣に考えていただければ、もう反対派はいないわけですから、そこまでいくと、あ、そしたら麻生さんもね支持されるんだなってことが伝わると思うんでね、何言ってるのか分からなくなってきましたけども、シンプルに言うとね、権力者に声を届けましょうってことなんですよ。私たちはで権力者が見てない掲示板にいくら書いても無駄ですからね。権力者が見てないツイッターをね何十万回リツイートしても一緒ですから、こんなもの全く効果がないですよ。だから明確に権力者に届く窓口といえば、ここにメールしてくださいって官邸にメールがあるわけですからね、官邸にメールをするとか、ここに電話してくださいっていうふうにね、ファックスしてくださいっていうふうに、各ね事務所にあるわけですから、そこにファックスをね延々と送るとか、電話を延々とするとかっていうことで、5万円10万円欲しいっていう意思を伝えていくことによって、その結果を手繰り寄せることができるんじゃないかなと私は思うんですけどね。まあ、今日はねあまりいい情報をお伝えできないんでこの辺にしときます。とにかく私はやれることはやると、どっちにしてもねやれることは少ないわけですから、私たちじゃ少ないことをやっていかないと、もう何もできなくなっちゃう、お手上げになっちゃいますよね。でちなみに私こう言って動画作ってますけども、ちょっと私はね検索したりしないんですが、似たような動画とか作られてる方いるんですかね。まあ、私速稼塾ってのを運営していて、塾生は結構ね似たような動画を作ってくれるようになったんですよ。別に頼んだわけじゃないんですけども、あ、塾長がなんかやってるから俺たちもやんないとみたいに思ってくれるんですよね。そういうふうなこの数の力っていうのは結構生かせてると思うんですけども、まあ、これからね切にお願いしたいなというか期待するのは、これをきっかけによし YouTube をやってそこからね発信してみよう、人の心を動かしてみようっていうふうな方が一人でもね出てくればいいなと思いますし、結果こういろいろとね伝える人が1人よりも2人、2人よりも3人になっていくと、伝えるパワーっていうのはどんどん高まっていくと思うんですよ、大きくなっていくと思うんですよ。もうそれによっていろんなものが動かせるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、私たち本当声を上げるしかないですから、やっていきましょうと思います。皆さんいかがでしょうか。すいません、今回はねあまり面白くなかったと思いますけども、この辺にさせていただきます。お疲れ様でした。